はい、ユッキーです。なんとうちにとうとうこんなものが来てしまった。びっくり。こちら小包が届きました。先ほど開けたらなんとでぃー、これなんだかわかる？まあわかんないんですけど、こちらなんと、はい、ゴキブリです。のー、これちっちゃいですね。稚魚です。稚魚じゃねえや、ゴキブリです。ゴキブリですね。はい、これなんだ、これヤフオクで買ったんですが、ちょっと待てよ、これは何匹、100匹って書いてあるな。3から5ミリってことかな。100匹って書いてあるんですね。これ落札したのがレッドローチ。こちらレッドローチっていう、まあ赤いゴキブリですね、簡単に言うと。100匹、1から2例サイズ、3から5ミリということで値段が送料込んで700円。100匹、これカマキリちゃんの餌にしようと思ってね、育てようと思ってます。今日からまたしてもですね、ミルアームも、ミルアームね、もう、カマキリの餌として、あの今ね、あの飼ってますけど、こちらレッドローチも飼うことにしましたということでね100匹でなんと700円ね。うじゃうじゃうごめいております。元気です。こちらをですね、まあよし、今日から買うか、今日から買うか、買うか。これ大丈夫かな、ちょっと怪しいんだけどさ、飼育ケージがこれあるんだけど、なんか登ってくるのかな、わかりません。もしかしたらこれダイソーで買ったね、飼育ケージ100円です買ったんですが、こちら登ってこられると本当に困るんだよ。ちょっとあかんな、これで登ってこられると本当にあの太刀打ちできないんで、これすっげえちっちゃいんで、一応用意しておきました。こちらダイソーで100円の5リッターのメガフードコンテナ、こちらをちょっと一応こっちにちょっと入れておこうかな。これだったら完全にまあ密封できますからね、これでね、ピチッとできますんで、それでは開封していきたいと思います。こちらレッドローチというのはですね、まあデュビアっていうゴキブリの仲間かな、もう餌用の昆虫としては優秀ね、優秀で非常にね、栄養価が高く非常に優秀な、まあ、昆虫なんですが、こいつをですね、それでは、ね、開けていきたいと思います。オープンザ、ちょっと待った、怖え大きさがだいたい3ミリから5ミリということなんで、かなりちっちゃいですね。逃げられたりしたら本当にかなわない。まあこちらは成長すると、まあ完全にですね、オスのゴキブリ、オスはですね完全になる羽の生えたゴキブリになるんですが、見た感じ、ただの赤いゴキブリなんですよ。で、メスは、まあちょっと違う形状になるらしい。
それではね、開けていきます。見えるかな。ちょっと場所を変える。これね、いきますよ。オープンザプライス。あれあれ、なんか二重になってた。いきます。オープンザプライス。蓋をします。おそらく登ってこないんではないかと思われます。あ、でも登ってこないですね。ちょっと完全にこれ裏返し。あ、うわー、すごい、アリみたいな。あ、でも確かに壁は登ってきてない。匂いがなんか全然大して匂わない。デュビア、似たようなもんだとデュビアっていうなんかゴキブリみたいなやつがいるんですけど、そいつはですね全然匂わないらしいです。ただこっちは、このレッドローチは、栄養価ともに問題ないんですが、デュビアとは問題ないんですが、若干匂うっていう、と言われてます。そして、なんだろう、この匂い。若干匂うって言われたけど、ほとんど匂わないですね。まあ、確かになんか若干酸っぱいような、なんか確かに普通の空気の匂いよか若干違いますね。あ、ちょっと酸っぱい梅干しの香りを10分の1ぐらいの酸っぱさの匂いにしたような感じでしょうか。ほとんど匂いません。うん。でですね、デュビアと違い、デュビアっていうまあ同じゴキブリの種類なんですけど、それとの違いはですね、まあ見た目、デュビアはゴキブリの形を非常にしてなくてですね、まあしてなくてっていう言い方もおかしいんだけど、確かにゴキブリなんですが、まあそこまで本当のリアルゴキブリ、家で出てくるゴキブリとは違ってね、そんなに形は似ていないらしい。で、もう一つのすごい利点、実はデュビアよりレッドローチの方が優れてる点がありまして、それは繁殖力ですね。繁殖力がデュビアは非常に遅いらしいんですが、こちらは非常に早いということで、まあ、繁殖が非常に早い。で、まあ、大して匂いもしませんね。うん、部屋に置いといても特に匂いは多分しないでしょう。うん。お、すごいすごい。ちょっと息を吹きかけてみますけど、こんな感じですね。とりあえず壁は登ってこないっぽいですね、こいつらね。うん。まあゴキブリも多分登ってこないです。ゴキブリと同じなんで、基本的にゴキブリって壁のこういうね、ツルツルしたね、こういうプラスチックのやつ登ってきません。うん。とりあえずこれで飼育してみますか。まあ、うん、だいたい大きさがダイソーで買ったこちらはかりで見ますと、だいたいどんぐらいかな。まあ、5ミリ。そうっすね、5ミリ。あ、でも着火なんか臭いな。なんか臭いな。ほんのり臭いですね、何か。確かに5ミリぐらいはありますね、大体ね。5ミリから7ミリぐらいってところでしょうか。大きさね。うん。でもこう見るとちっちゃくて、割とちっちゃいやつは可愛いですね。ちゃんと触角も生えてて、
カサカサ動き回ってますけど、普通にわりかし可愛いんではないでしょうか。リビアもそうなんですけど、実はヨウツベ YouTube にもですね、非常にリビアの動画が非常に上がっておりまして、レッドローチの方がまだ少ないですね。リビアがヨウツベでは人気っぽいです。というのもリビアはほとんど匂いがしない、ほぼ無臭らしいです。それが好まれているらしいですが、レッドローチの方が繁殖力がはるかにリビアよりか強い、早い。つまり1世代がものすごく早いんですよ。リュビアが大体、成虫になるまで、幼虫、卵から孵化するまでが、大体、どんぐらい？半年かかるみたいなんですけど、リュビアはその半分ぐらい。ちょっとわかりませんけどね。まあ、後でググっときます。うん。ね、まあ、興味ある方はね、まあ、ググって、見て、まあ、違いとか結構ね、リュビアとレッドローチの違いっていうのも結構ね、載ってます、サイトにね。ので、ご参照あれ。いうことで。まあ、リュビア、今回またね、ひどいものを買ってきました。ゴキブリですよ。ただし、ゴキブリ、そこら辺に、うちにいるゴキブリと、圧倒的に違うところあります。ここは、実に、明白にしておきたいところですが、こちら、まあ何でもそうなんですが、うちにいるゴキブリっていうのはですね、なんであんなに嫌がられてかっていうと、菌を媒介するんですね、ゴキブリっていうのは。ゴキブリっていうのは基本的に菌が、まあ汚いところに住むので、結果として体に菌が付着して、それを家に持ってきて、まあいろいろ、ね、嫌でしょ。触ったりするのも嫌でしょ。で、触って舐めたりしたら多分、菌がね、大量に付着してるので、やばいと。だからこのレッドローチ、まあ基本的にこういうところで飼うので、もう基本的に問題ないです。で、餌も基本的に何でもほぼ問題ありません。で、一つ問題なのが、まあ、水分でしょうか。確か、ティッシュペーパーに、まあ、水をシャシャッと吹きかけて、置いておけば、とりあえず水分の問題は解決です。うん、まあ、いろいろとね、まあ、ちょっと、まあ、餌もね、基本的に、だから、何でも食うでしょう。まあ、後でいろいろググっておきますが、まあ、ただ、やっぱり水分は割と、何でもね、生物何でもそうですけど、水分っていうのは非常に重要なんです。で、こいつらは飢餓にも強く、確かね、共食いもほとんどしないはずなんですよね。コオロギとか、俺もいろいろググったんですけど、ゴキブリ、いわゆるデュビアっていうやつと、このレッドローチと、対をなすのが、フタホシコオロギ。とかのコオロギ系ですね。コオロギ系も一応なんだ、まあいるわけですよ、餌として。だいたい爬虫類のトカゲとかの餌に使われるんですけど、あいつらはですね、基本的に臭い上に繁殖力はかなり高いらしいんですが、ただし、臭い。とにかく臭い。で、しかも泣くんですよ、あいつら。エンマコオロギとか、秋とかに泣きますよね。コロ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 とかね。まあ、寝るときにうるさいと。で、さらに、ここが圧倒的な違いなんですが、共食いをすると。餌が足りなくなると共食いをすると。だが、しかし、このゴキブリちゃん。さすがゴキブリ。レッドローチ、赤いゴキブリというね、名を持つ、伝説の種類なんですが、一切、ほぼ、餌がなくなっても、共食いはしないと。ただし、死んだ死骸を食べることは、
まあ、死んだ死骸は食べます。ただし餌がなくなったかといからといって共食いはしないんです。非常にありがたいですね、こちらとしては ね、これはなかなかいいんじゃないでしょうか。これ100匹以上いるな、この感覚だと。大体この感じだと100匹以上いるぞ。まあでも四つ目の方ではかなりね、デュビアが愛されてまして、結構女性のね飼育者も多くて、で可愛い可愛い言ってね、手にねハンドリングしたりしてる動画とか見ましたけどね。まあ、まあね、それはまあ人それぞれって感じでしょうかね。それではね、これからちょっとねデュビアのね、まあ飼育ケースちょっといじっていきたいと思います。デュビアじゃなかった、これレトローチですね。登れなそうだね、こいつね。ザラザラしていくのか。で、あと適当な。
キャベツ。キャベツの値取りましょう。はい、ということで、ちょっといろいろね、やってみたところによると、こちらリビアちゃんのね、今現在適当な、これはなんだ、キッチンペーパーを適当にくしゃくしゃにしてこれ入れました。まあ隠れ家にはなるでしょう。そして、右上の方にあるのがこれキャベツですね。キャベツを与えました。そして左上の方にあるこちらですね、ここ、これは濡れたティッシュペーパーをですね入れました。こちらはまあ水分の補給にはなるでしょう、多少ね。まあとにかく水とまあ餌、まあこれはまあ随時ね、まあ入れておくことにします。まあこんな感じでしょうかね。でですね、まあ後からもうまた買ってきますけど、餌皿とまあ水皿みたいなのがいると思うんで、まあ買ってきます。でそれで注意点なんですが、先ほどググったところによると、まあザラザラしたものじゃないと登れないということですね。こいつらはね、登れませんということです。登れないので、まあ、ザラザラした、餌皿を選ぶようにした方がいいというね、記述がございましたんで、まあ、そこら辺はね、まあ、今からね、島中あたりに行って買ってきましょうか。うん。まあ、ということで、飼育1日目ね、こんなようなところでございます。まあ、基本的にね、そんなね、死ぬ昆虫ではないということなんで、さすがにね、まあ大丈夫とは思いますが、まあとりあえずね、こんな感じかな、ということでしょうかね。うん。まあ、見た感じは全然ちっちゃいんで、今はちっちゃいんでね、非常に可愛いですね。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。はい、ということでね、購入してきました。こちら、ホームセンターでね、買ってきました。三谷のスズムシの餌皿&スプーンというね、こういうちっちゃいね、スズムシ用の餌皿ですね。まあここに、まあ、適当に、まあ、置けると。そして、じゃん。こっちがこの餌皿がね、88円。そしてこちら。カブトムシ用の昆虫ゼリーの、このね、木なんでザラザラしてるんで登れますね。プラス昆虫ゼリー付き、これが280円ぐらいです。はい。うん。そしてついでに買ってきたのが、ペット用の、じゃん。日本産の、イワシ。小魚。愛犬、愛猫用スナック、過去完食用と書いてあります。こちらが値段が270円ぐらいだかな。はい、100g。100g 入り。ということで、まあね。まあ、なんか食ってるようです。キャベツはね。キャベツはしっかり食ってるようです。こちらね。キャベツくんね。まあ、ちょっと見えねえか。まあ、ええわ。じゃあ早速ね、この昆虫ゼリーもね、まあこいつら食うだろうんで、だろう。だろうんで、だろうんでっていう言い方もよくわかんない。で、これね、昆虫ゼリー1個ついてくるんですが、こちら、朝型のね、昆虫ゼリー、ついてきます。朝型昆虫ゼリー。まあ昆虫ゼリーもね、全然ね、水分用にも、餌用にも、どっちもね、使える過程。
ではないかな。おお、水分豊富だなこれ。水分がめっちゃ豊富。あ、やべ、潰しちゃった、ごめん。ああごめん、普通にプレスしちゃった。まあ、なんとかなるべ。ごめん、潰しちゃった、一匹重傷です。重傷、危篤です、危篤状態で、まあこいつはと、まあここら辺にね、適当にこの水、水分の、まあ、水分用に、これ水分用の、このスズムシの餌皿をね、水分用のね、あ、ちゃんと登ってくれますね、この木のね、この昆虫ゼリーしっかり登ってくれてますね。よかったよかった。どけ、ほら潰れるぞお前ら。潰れてもいいならそこでいろ、死ぬことになるから、貴様ら、貴様ら死ぬことになる。でですね、言い忘れたかもしれないんですが、こいつらは非常に、高温でね、多湿に弱いらしい。多湿にな、つまり湿度が高いと死んでしまうらしいので、湿度が高いと死んでしまうらしい。ということで僕は考えました。簡単です。あ、じゃじゃーん、こちら買っておきました。じゃじゃーん、ダイソーで購入しておいた食品用乾燥剤、シリカゲル。ということでね、こちらシリカゲルを入れておきます。まあ多分ね大丈夫だろう。これダイソーで買いました、売ってましたね、こちらね、ダイソーで売っていたシリカゲル。そしてこちらダイソーなのにすごい、あれですね、なんと繰り返し使えるというね、電子レンジでチンをすると繰り返し使えるらしい。こちら、あれ、これね、電子レンジで、ね、2分ぐらいね加熱するとね、また使えるんですよ。ブルーの玉が、ピンク色になったら、電子レンジでチンしてくださいということらしい。あ、ちゃんとスズムシの餌皿もちゃんと登ってますね、多分ね。ちゃんと登れてるっぽいです。こちらね、乾燥剤、シリカゲル。これを、電子レンジで、まあ2分ぐらい、チンすれば OK と。お、ちゃんとね、チューチューな飲んでますね、この、なんだ、昆虫ゼリー。もうゼリーうまいか。お前ら、
こうしてペットとして飼ってみるとなかなかね可愛げがあります。何でもそうなんですけどね、結構、おー、ちゃんと登ってる登ってる、これいいぞ、スズムシの餌皿これちゃんと登ります。あのね、ツルツルしたやつだとね登んないって書いてあったんですけど、これはねちょっとザラザラ接してるんですよね。これプラスチックなんですけど、この餌皿ね、このプラスチックの餌皿、うん、しっかりねちょっとザラついてるんですよ。やっぱコオロギじゃねえや、これスズムシ用なんで、やっぱりちっちゃい虫用ですから、それに用にできてるということですね。非常に登りやすく設計されてるようです。うん、ちゃんとね登ってね、あの水飲んでますよ。うんうん、ちゃんとね、木のやつも、昆虫のね、なんだ、カブトムシ用のやつもちゃんと、登ってます。はい。まあ、値段も安いし、これ、このカブトムシ用のやつは、このゼリーの部分を、洗って使い直せますからね。この中に、キャベツとか入れればいいんですから。登れるわけですからね。まあ、このゼリーがなくなったら、うん、キャベツをね、この餌皿の中に、これを洗ってね、このプラスチックの部分だけ、その薄型のそのゼリーの容器のを再利用できますね。あ、いいですね。ちゃんと飲んでる飲んでる。で、まあ通気性も良くしとくと。まあということで、まあ蓋にはね、まあ蓋には穴を開けて、この蓋はねしっかり穴を開けておいた方が良さそうですね。まああとシリカゲルよね。でもこのシリカゲルちょっとあれだな、これ絶対あれだな。まあもう実はシリカゲルもう1種類あって、 Amazon で買ったやつあるんですけど、アマゾンで買ったやつが、アマゾンで買ったやつもあれだな、ダメだ、こうなんていうかな、この紙製のシリカゲリオか、あのプラスチック製のなんだビニール袋的な素材でできてるやつの方が洗ったりできるんで、多分そっち買った方がいいですね。そっち今度買おうかな。まあシリカゲリオは安いんでね、こういう紙系のやつだとここに糞されて、で、取れないっていう場合も出てきて、さらにこれを電子レンジで加熱したら臭くなるんで、やっぱ水洗いできるやつの方がいいでしょうね。おそらくね。で、あと温度管理ですが、温度管理は俺基本的にそのままですね。本来は20度ぐらい、25度ぐらいにした方がいいらしいです。ので、まあ、ガチでやる人は、まあ、こんな動画見てないでしょうからね。俺、ゆるーくいきます。ヒーターなんてのは使いません。はい。ヒーターなんてのは、一切使いませんね。そのままです。室内管理ですね。室内管理でもう知りません。うん。そう簡単にね、まあ、死ぬはずないと思いますんで、おそらく大丈夫でしょう。まあ、本来であれば、適温は20度から25度ぐらい。まあ、だいたい25度ぐらい。やっぱ暖かい方がね、いいらしいですからね。うん。ということで、とりあえずこのシリカゲルをね、これぶち込んどきます。これに、ね、まあ、ぶち込んどいてと。で、あとこれにね、穴開けます。キリ。キリで、これじゃねえ、このキリじゃねえ、こちら、よっと、よっと、キリで適当に穴を開けてですね、ちょっと、まあこれは大量に開けといた方がいいでしょう。うん、まあ通気性を良くするためにね、大量に開けといた方がいいと思われます。まあ、ということでね。まあ、こんなとこでしょうかね。うん。レッドローチくんね。初心者のね、ユッキーさんがね、飼ってみたらどうなるか。
まあ、今後ねまたね、随時、まあ、適当に、ね、報告していきたいと思います。あとそうだ忘れた。こいつらはですね暗いところが好きらしいので基本的に暗いところで管理する、もしくはこの周りをですね、どっかのサイトに載ってたんですけど、この側、壁の部分を、まあ、新聞紙なりでくるんで、まあ、暗くしておくといいと書いてありましたんで、まあ、そこもちょっと考えて、ね、新聞紙なりでちょっと暗く、側をちょっと暗くして、で、あと、まあ、蓋の部分にも新聞紙取り付けて、まあ、セロハンテープでくっつけて、蓋を閉めたら真っ暗になるような感じで、ね、完全に、まあ、遮光した方がいいらしいですからね。こいつらに、ストレスが、いろいろやっぱり与え、まあ、光が苦手ってことですかね。まあ、ゴキブリですからね。うん、それに注意して、やった方がいいと。いうことがいろいろ書かれていましたんで、まあそれに倣ってね、遮光できる部分はしっかりね、遮光した方がいいということです。まあそんなとこですね。うん。まあレッドローチは結構繁殖力が3ヶ月でだいたいもう成虫になってね、卵からも成虫になるのが 3ヶ月らしいんで、まあ、かなりね、デュビアより早いと。らしいですから。で、まあ乾燥してるのを、湿度をね、どうしても上がっちゃう、まあ例えば、まあこれ絶対ダメなのが霧吹きで吹くことね、これが絶対あかんらしいです。あ、乾燥には強いですけど、高温多湿、高多湿には弱いらしい。で、多湿にすると一つ問題点、もう一つ問題点が出てくる。それ何かというと、まあ、臭くなるらしいですね。匂いが出てくる。湿度が上がってくるとどうしても匂いがきつくなってくるらしいという情報が先ほどね、ググったところにあるんで。まあ僕も部屋の中臭いと嫌なんで、ね、さすがにね、そこはね、男のたしなみとして。おお、ちゃんと飲んでる飲んでる。やっぱりあれだね。この餌皿もいいですね。どっちも買ってきたのよ。よかった。しっかり登れてますね。やっぱりね、ちっちゃいと登れないっていうのが結構ある。ちっちゃいね、やつ。まあ、本当に生まれたてとか。こいつら多分かなり生まれたて。生まれてまだ1ヶ月もしてねえんじゃねえかな。とは思うんですけど。まあ、そいつらは、やっぱり体がちっちゃいので基本的に登れないっていうのがいてあると思うんで、まあということでね、まあいろいろ長くなりました。それではご視聴ありがとうございました。